どうもこんにちは。古いアルバムにある切符コレクションを見ていたら、40年前の青春18切符が出てきました。この時私は高校1年生から2年生になる春休み、青春18切符5枚綴り1万円を使ってとんでもない旅に出ていたんです。今日は古い時刻表を見返しながら、いい旅チャレンジ2万キロで国鉄全線242線区乗るために必死だった、そのタイムテーブルを見ていきたいと思います。どうぞお付き合いください。よろしくお願いします。青春18切符が登場したのはその2年前、1982年の3月のことでした。当時は青春18のびのび切符という題名で8000円、しかし4日間だったんですね。4枚綴りで8000円ですから、その後5枚綴り1万円となりまして、40年経ってもですね、価格を維持していると考えてもいいお得なチケットだと思いますが、利便性ははるかに悪くなりましたよね。新幹線網の発達によりまして、まあ青春18切符に関しては思うところは多々ありますが、当時は夜行の普通列車も各地に存在していましたので、首都圏在住の乗り鉄はおおむね3方向の夜行列車に最初乗っていたはずなんですね。大垣夜行、それから松本行きの中央線、長岡行きの上越線。大垣夜行は日付変わって最初に停車をするのが横浜の先、戸塚駅。戸塚駅が0時5分なんですけれど、そこまではおおむね皆さん首都圏在住の人は切符を買うんですね。私も当時千葉県柏市に住んでいたんですが、柏から戸塚まで930円の切符を買って、そして、夜の東京駅に並びました。2時間ぐらい前に並んで、それまでの間東京を出発するブルートレインなどの写真を撮り、最後は出雲3号ですかね、21時で出雲3号を見送った後、大垣夜行の東京駅9番線ホーム、ここに並んでいました。で、大垣行き夜行は、小田原まで各駅に停車しまして、小田原以降は熱海、三島、沼津、富士、静岡、浜松、浜松から先はやはり各駅停車になりまして、終点大垣到着が6時55分となります。青春18切符の始まりともいえるタイミングで乗る人が多かったので、結構この段階では元気な若者が多かったですね。静岡あたりまではざわざわしていまして、静岡到着が2時29分なんですけれど、だいたい静岡から浜松あたりの間、1時間20分停車しないんですね。2時37分静岡発、浜松到着が3時50分、この間に眠りにつく人が多かった、そんな印象です。で、6時55分の大垣まで行く人が多い中、私は6時3分の名古屋で下車しました。で、名古屋から6時3分、わずか8分の待ち合わせなんですけど、関西本線の亀山行きの列車に乗りました。名古屋6時11分発で、亀山到着が7時38分、で20分の待ち合わせで7時58分の新宮行きの普通列車に乗りました。この日は1984年、昭和59年の3月13日ということもありまして、まだ春休み前というタイミングで高校生も非常に多かったですね。で、松坂到着が8時45分、で名勝線というローカル線に乗ります。松坂から伊勢奥津までの間 43.5 キロを結ぶんですが、名勝線に初めて乗ることになりました。この青春18切符を使っての一番最初の、1線区目になりますね。この段階でもうすでに私は国鉄50線区以上走破していたんですけれど、この青春18切符5日間の旅で、一気に18線区ぐらい乗ろうと考えていました。名勝線は9時24分に松坂を出まして、終点伊勢奥津が10時40分、29分の待ち合わせで、11時9分の折り返し列車に乗りました。で、この伊勢奥津という駅がですね、今や、給水塔のある駅ということで非常に有名になっているんですよね。蒸気機関車の転車台も昔はあって、でそこに付随する給水塔もあることで知られていて、当時そういう価値観が全く分からなかったので、なんとなく伊勢奥津駅、何もないところだなという形で折り返してしまったのが悔やまれますね。
11時9分の松阪行きに乗りまして、松阪到着が12時26分、1時間以上待ち合わせ時間がありまして、ここでお昼を食べようと思ったんですが、この段階ですでにですね、松阪牛というブランド牛はとても有名だったんですけれど、高校1年生にそれを食べられるわけもなく、何か駅前の近くの食堂でラーメンを食べた、そんな記憶があります。13時34分の新宮行きの普通列車に乗りまして、2駅の乗車、滝で降りたのが13時46分です。この列車滝駅で、30分近く停車していたと思いますけれど、ここから三宮線に乗り換えます。滝発13時48分、非常に乗り継ぎが良かったんですね。途中の伊勢市止まりなんですが、伊勢市到着が14時11分、14時45分発の鳥羽行き、鳥羽到着が15時7分、ここで三宮線2線区目ですね、29.1 キロを走破しました。この鳥羽駅に降り立ってもですね、鳥羽水族館への思いとか、そういうイメージというのは全くなかったですね。ただただ乗るだけの鉄道旅行になってました。鳥羽発15時40分の折り返し列車、滝到着が16時36分です。でこの後紀勢本線をぐるっと一周するような夜行列車に乗るという壮大なスケジュールがあったんですけれど、滝発16時47分の列車に乗りまして、一旦津に出ました。津到着が17時26分、そして駅前のスーパーで食料を買い込みまして、17時46分発の天王寺行きの普通列車に乗るんです。この天王寺行き普通列車というのは、その日名古屋を15時18分に出発しまして、紀勢本線をぐるっと一周して、終点天王寺到着が朝の5時というとんでもない普通列車がありました。およそ14時間という長旅になるわけなんですが、私はこの普通列車に津から乗車しました。途中の新宮が22時頃だと思うんですけれど、ここで寝台車1両を連結するんですが、その寝台車に乗る際は、早玉という列車の愛称が付けられたんですね。新宮で22時24分ですね、寝台料金当時4000円だったんですね。早玉で串本まではほぼ各駅停車、串本から先はですね、快速運転になりまして、天王寺到着が翌朝の午前5時という、これはなかなか思い出深い旅で、結構同志の乗り鉄が乗っていて、当時は各駅の入場券を集めるというブームもありまして、お金を持っている同志はですね、かなりこう駅止まるたびにですね、入場券を自販機から購入したり、友人の駅の場合は窓口で硬券入場券を購入したりしていました。深夜の駅に停車するごとの入場券ダッシュ、お金持ってる人はいいなぁなんていうふうに思って見ていました。で朝5時、非常に眠かったんですけれど、この後大阪環状線内回りで京橋で、京橋5時25分発で、一旦この片町線の起点駅片町まで戻ります。片町到着が5時27分、折り返し5時38分の列車に乗りまして、今学研都市線と名前が変わってますけれど、正式名称片町線、長尾到着が6時19分、6時26分の木津行きに乗りまして、木津到着が7時4分、ここで片町線 45.4 キロを走破したことになります。木津3分の待ち合わせで7時7分、一息乗って奈良7時15分、奈良発7時34分の桜井線に乗ります。で桜井線は高田までなんですけれど、ぐるっとこう U 字型に運行していまして、終点王子まで向かいます。王子なんですかね、イントネーションは。桜井線 29.4 キロ走破しますけど、奈良発が7時34分、高田経由で王子到着が9時で、王子9時34分発の和歌山線の和歌山駅に乗ります。和歌山線 67.9 キロというこれを2時間半かけて走破しました。王子発が9時34分、終点和歌山到着が12時2分です。で、紀勢本線を全線走破するためには、この先和歌山から2駅和歌山市駅まで乗らなければなりません。
30分ほどの待ち合わせ、12時34分発の新宮を朝6時32分に出た客車列車がやってきたんですね。この和歌山から和歌山市の間をですね、かなり長大な編成の客車列車に乗るというのも非常に思い出に残ってるんですけれど、12時34分発の和歌山市行き、15分の乗車で和歌山市到着が12時49分、ここで紀勢本線 384.2km を走破したことになります。13分の待ち合わせで13時2分、そして和歌山到着が13時9分、10分の待ち合わせで13時19分発の天王寺行きの列車に乗りますが、終点の天王寺までは行かず、途中の大鳥という駅で下車します。大鳥到着が13時58分、そして、東羽衣というですね、阪和線の支線があるんですが、この非常に地味な阪和線の支線を往復しまして、これで阪和線を環状したことになります。61.3km とで、15時発の大鳥発に乗りまして、天王寺15時15分到着です。この日2回目の天王寺駅に到着しましたが、まだ高校生、若くて元気だったんですね。そして15時30分発の奈良行きに乗りまして、奈良到着が16時4分、16時45分発の関西本線で、柘植到着が18時1分。本当はこの先のですね、亀山まで行くと関西本線を走破できるところになるんですけれど、ここで、信楽線ですね、現在の信楽高原鉄道、これに乗ろうと思いました。もう日も暮れかけていて、信楽線に乗る頃は真っ暗だと思うんですけれど、やはりこれ線香を稼ぐのがメインテーマだったので、18時8分の草津行きの普通列車に乗りまして、途中の木生川下車、木生川到着が18時26分、4分間の待ち合わせで、18時30分発の信楽行きです。信楽到着が18時58分、これで信楽線 14.8km を走破しました。5分の待ち合わせで19時3分発の信楽発木生川行き、木生川到着が19時30分、乗り継ぎが良くて19時32分発の草津行きに乗って、草津到着が20時4分です。これで草津線 36.7km を走破したことになります。4分間の待ち合わせで20時8分の列車に乗りまして、京都到着が20時32分です。京都で、久しぶりに風呂に入ろうと思って、駅前で銭湯などがないかと思ったんですけれど、なかなか、入浴施設がなくてですね、まあ、探せばあったんでしょうけれど、なんか見つからず、結局駅の近くでシャンプーセットを買って、この後乗る出雲市行きの普通列車の中で、冷たい水で頭を洗いました。京都で食事をして、そして22時4分の客車の普通列車だったんですけれど、山陰線を走る普通列車の出雲市行きに乗車しました。この列車は終点の出雲市までほぼ各駅に停車しまして、終点の出雲市到着が9時48分というロングランなんですね。この日はですね、2日連チャンの夜行列車、これ3連泊目になりますんで、もう京都出て頭洗って、でその後亀岡の駅の表示を見て、その後もほとんど記憶がないんですね。で、目が覚めたらもう終点の出雲市近くにいたんです。10時間以上、しかもですね、4人掛けのボックス席に座って意識を失っていたと、爆睡していたことになりますね。いやでもここで、かなりリフレッシュした感じがしました。で、終点の出雲市について、やはり出雲大社に行かなければなと。で、伊勢神宮にはあまり思いはなかったんですけれど、出雲というのは神話のふるさとというイメージがありましたから、やはりこれは出雲大社行かなければなということで、大社線に乗りました。9時48分に、普通列車を降りて、10時25分発の大社行き、終点大社まではわずか 7.5km、 大社線を走破します。14分の旅で大社到着が10時39分で、乗ってきたこの列車ですね、終点
大社駅でサボが入れ替わりまして、なんと大阪行きの急行大線になったんですね。これに乗って大阪まで行くと終点大阪が19時20分到着という結構ロングランの急行だったんですけれど、それを見送りまして、そして歩いて出雲大社などを参拝して12時41分発、かなり駆け足で参拝したんですけれど、12時40分発の大社発出雲行き12時54分到着、そして13時2分発の長門市を5時半に出た客車の普通列車に乗りました。これはこれで非常に思い出深くて、あの背もたれが確か木でできてたんですね。こんな長門市を朝5時半に出てこんなか、あの豊岡行きか豊岡まで行くんだっていう、それを倉吉で降りまして、倉吉到着が16時2分、3時間乗ってたんですね、山陰本線。そして16時5分発の倉吉線という、現在もうその存在はないんですけど、当時から見てもですね、かなり地味路線に乗りました。これは倉吉から山森間20キロですね、ちょうど20キロという区間ですね。16時5分発の山森行き、16時43分で、倉吉線を走破しまして、折り返し16時48分で、この列車を途中西倉吉で、運転が終了しまして、4分間の待ち合わせ、西倉吉到着が17時8分、17時12分に出発して終点倉吉が17時34分という、そして17時38分発の列車に乗りまして、米子到着が19時19分です。この時は眠ってしまいましたね。倉吉から米子までというのも爆睡していましたね。かなりお客さんが混んでいて、前の座席に足を投げ出していたら怒られたという、そういう思い出があります。それ怒りますわね。ここで前の日に入りそびれた銭湯に入りました。米子の駅近くに銭湯がありまして、そこで昨日買ったシャンプーセットで頭を洗って体をきれいにして、そしてやっぱ若かったですね。4連泊目の夜行列車に乗るんですね。乗ったのは前の日に乗った出雲市行きの折り返し列車になります。出雲市発京都行きの普通列車、米子は20時55分なんですけれど、この時青春18期切符期間だったので、やはり途中から乗りますと結構混んでいて、4人掛けにもうすでに2人が座っていて、そして、こう膝が当たるような感じになっちゃって、ちょっと気まずい空気だったんですよね。前の人の方がやっぱどっかで俺の方が先にいたんだぜみたいな空気になりますから、そこに後からすいませんって形で入って、で膝がちょっと干渉し合っちゃったりして、なんか眠っているのも気まずいような空気になったんですね。で翌日はですね、また近畿エリアの線区を細かく乗っていこうかという予定があったんですけれど、なかなか眠ることができなかったので、夜中の福知山駅で下車しています。これも思いつきで降りてしまったんですけれど、福知山到着が2時48分です。でここの福知山駅はですね、駅の待合室が終日開いていたんですよ。で2時52分この降りた直後に、出雲1号この列車が東京からやってきて、2時52分に福知山で停車するんですね。で4分後でしたのでホームで待っていたんですけれど、予定通り到着しまして、降りる人いるんだろうかと思って見ていましたら、なんと福知山で降りるお客さんが1組、2人いたんですよ。びっくりしました。で駅前にお迎えの車が来ていて、それに乗ってスーッと帰っていきましたけど、あ、こんなもったいない寝台券の使い方をする人がいるんだと思いましたね。当然寝台特急ですから全車寝台で、2時52分で寝台を放棄するという、わあもったいないなぁなんて思いました。それから3時44分の大仙6号大阪行き、これも停車しますので、そういった列車の写真を撮ったりして、そして、まだ暗い時間ですけど4時11分発の福知山線大阪行きの列車に乗ります。そして40分ほど乗車して4時57分谷川で下車で、ここから大変地味な路線ですね、加古川線に乗ります。加古川線の普通列車に乗りまして、5時6分野村という駅で下車します。でこの野村駅もまあかなり地味な駅だったと
思います。鍛冶屋線というのがかつて走っていました。野村到着が5時38分、そして6時37分発の鍛冶屋行きの普通列車になります。で、鍛冶屋到着が7時5分です。これで鍛冶屋線 13.2 キロを走破しました。そして7時46分の折り返しに乗りまして、青到着が8時37分、阿波に生まれると書いて青と読むことをこの時初めて知りました。6分間の待ち合わせで8時48分、北条線です。北条町到着が9時10分です。これで北条線 13.8 キロを走破しました。現在この北条線は北条鉄道というふうな形でまだ元気に走っています。北条町20分間の待ち合わせで9時30分発で、青到着が9時56分、3分間の待ち合わせで、今度また加古川線に乗りまして薬人という駅で降りるんですね。9時59分青発で薬人到着が10時14分。この薬人という駅名も非常に不思議な駅名だなと思いました。1時間以上の待ち合わせ時間がありまして、薬人の駅周辺を歩いて、そして、三木線に乗ります。現在こちらも三木鉄道として走っています。11時22分薬人発、終点三木が11時36分、三木線 14.2 キロを走破しました。折り返し11時54分発に乗りまして、この列車は薬人で乗り換えをせずに、終点の加古川、これで加古川線 48.5 キロを走破し、終点加古川到着が12時20分となります。この加古川線から枝葉のように伸びる細かい3線を走破した達成感は極めて高く、ほぼ徹夜状態だったんですけれど、この段階で比較的元気でした。ちなみにこの3線のうち鍛冶屋線だけはこの年の冬に廃線となっています。そして加古川に到着しまして、この加古川から先高砂線というのが走っていまして、この高砂線も1984年の冬12月1日をもって廃線になりました。加古川で食事をしまして、13時20分発の高砂行きの普通列車に乗りました。13時20分加古川発、高砂到着が13時34分、5分間の待ち合わせで折り返し13時39分、加古川到着が13時54分です。高砂線 6.3 キロを走破しました。で、加古川が13時54分で、14時18分発の相生行きに乗ります。相生到着が14時33分、ここから赤穂線 64.7 キロを走破します。相生発14時54分、終点岡山が16時51分、ここで赤穂線 64.7 キロを走破しました。この時初めて岡山駅に降り立ちました。で、岡山16時51分到着して、17時13分発の快速宇野行きに乗ります。宇高連絡船というのが昔ありましてね、瀬戸大橋ができる前の話なんですけれど、岡山宇野間というのはかなり活発に列車が往来していました。で、快速で宇野到着が17時46分、およそ30分で岡山宇野間を結んでいました。ここで宇野線 32.9 キロを走破しました。折り返しは18時40分発宇野、そして終点岡山が19時35分です。こちら帰りは55分かけますから、各駅停車とそれから快速列車のスピード感歴然としていますね。で、岡山20時12分発の姫路行き21時41分、22時13分姫路発で終点大阪が23時44分になります。で、この大阪駅なんですけれど、実はこの時期の大阪駅というのは一晩中夜通し明かりが灯っていて、待合室を使用することもできました。この後東京行きの朝風とか瀬戸、それから未明にはですね、名古屋行きの583系の金星なども通過しまして、この写真を撮ったりして夜を明かして過ごしました。で、翌朝6時12分発の米原行き、米原到着が7時58分、そして2分後
8時発で、大垣到着が8時36分で、ここから問題がありまして、美濃赤坂という東海道本線の支線があるんですね。でこの大垣周辺というのはですね、たるいと新たるいというですね、上下線分かれる路線もありまして、こちらのですね、たるい新たるいあたりはすでに乗ってはいたんですが、美濃赤坂まで行かなければなりません。でここでもうこの日は帰るだけだったんですけれど、タクシーを奮発しました。終点美濃赤坂まで多分1,200〜1,300円だったと思いますけれど、タクシーに乗りまして、東海道本線の美濃赤坂支線に乗るために、美濃赤坂駅まで行きました。で美濃赤坂駅発、これがちょうど9時発の列車がありまして、11時35分豊橋到着です。これをもちまして東海道本線を全線走破したことになりますね。達成感ありますよ。で豊橋の駅近くで食事を食べて、この後ですね、12時36分発の掛川行き、二俣線経由の掛川行きに乗ります。二俣線なかなか聞き慣れないと思います。これは現在天竜浜名湖鉄道というふうに名前を変えて運転している路線なんですね。起点となるのは豊橋駅の2つ先、新所原という駅なんですけど、新所原から浜名湖の北を走って、掛川まで 74.7 キロを走る路線です。途中東東見二俣という駅がありまして、ここが二俣線のメインの駅になりますが、東東見二俣到着が14時6分、13分停車して14時19分発、終点掛川が15時4分到着というタイムテーブルで、これで全部で20線区を走破したことになります。かなり収穫のある5日間でした。で掛川20分の待ち合わせで熱海行き普通列車15時23分発、そして熱海到着が17時47分、そして18時12分の熱海発の東京行き、東京到着が20時10分です。このあと上野まで山手線、そこから常磐線快速に乗りまして午後9時過ぎに千葉県柏に到着しました。その後宮脇俊三さんに習ってですね、乗りつぶしノートみたいなものに記入をして、そして眠りにつきました。ということで、もう青春18切符は発売から42年経つわけですね。未だに旅人の心を掴んで離さない青春18切符、もう普遍的な存在になりましたね。ただ使い勝手は本当に悪くなってしまいました。特に北海道に行く方にとっては、あまり条件が良くないというふうになっていますね。青春18切符の使い方に関して皆さんの武勇伝もありましたら、ぜひ伺いたいものです。また、この手のですね、乗り回し旅行記みたいなものをお話ししてみたいと思います。それでは今日はこのあたりで失礼します。最後までご覧いただきましてありがとうございました。